H2 ロケット8号機は宇宙開発事業団が打ち上げた H2 ロケットのうち7番目に打ち上げた機体。1999年11月15日に種ヶ島宇宙センターから運輸多目的衛星1号を搭載して打ち上げたが、1番目エンジンの LE-7 が破損し水力を失ったため地上からの指令で破壊。 残骸とペイロードは、父島の北西約 380km の海中に落下した。打ち上げ順番の変更で、6号機、5号機、8号機、7号機の順番で打ち上げが予定されていたが、8号機の打ち上げ、失敗により7号機はキャンセル。この8号機が H2 の最終号機体となった。H2 ロケット8号機、LE-7 エンジンテレメトリ情報の解析から、 LE-7 の液体燃料の供給系に何らかのトラブルが発生し燃料の供給が止まったことが水力喪失の原因と考えられた。具体的な原因を調査するため海洋科学技術センターに依頼して11月19日から深海調査船による捜索を実施した。この第一次調査でロケットの残骸の一部が発見できたため12月20日から 第二次調査を行い、12月24日に LE-7 エンジン本体を発見。翌2000年1月に3000メートルの深海からの回収に成功した。太平洋の海底3000メートルからわずか3メートル四方の物体を発見し回収できたことは奇跡的と言える。なお、回収された LE-7 エンジンは現在、角田空センターで展示されている。 引き上げたエンジン本体の解析の結果、液体水素、ターボポンプ入り口のインデューサの歯車が、疲労破壊で接損していることが分かった。このためインデューサの動作試験を行った結果、インデューサから液体水素供給パイプ上流に向かって、旋回キャビテーションが発生。これによりパイプ内の動圧変動が有機されて、インデューサの羽車を振動させ疲労破壊に至ったと、推定された。 この破壊により供給配管の圧力が瞬時に課題になって破損、液体水素が漏出したためエンジン燃焼室への燃料供給が止まりエンジンが停止したのである。開発過程で旋回キャビテーションの発生の可能性は予期できたものの複合的要因によってインデュー砂糖が破壊することまでは予見できなかったという。HE やロケットで用いられる LE-7。7 A エンジンでは、この失敗経験を生かし、旋回キャビテーション対策を施すとともに、通常動作外の動作環境でも異常が見られないよう、設計変更を行い、更新頼性を確保することができた。H2 ロケット5号機では2段目のエンジンで失敗し、2段目を HE やロケットの2段目に取り替えた8号機では1段目のエンジンで失敗したため、 次に打ち上げる予定だった7号機は、製作済みであったが打ち上げをキャンセルされ、H2 ロケットの運用が終了することになった。失われたペイロードである運輸、多目的衛星 MTSAT-1 は、航空管制用を通信衛星、気象観測衛星などの機能を統合した人工衛星であり、特に設計寿命を2000年に迎える、気象衛星ひまわり5号の後継衛星でもあった。 このためひまわり5号はそのまま寿命を超えて使われることになった。2003年5月22日からは2005年の MTSAT-1R 打ち上げ運用開始までの間、米国のアからゴーズ9を借用して観測が続けられた。また、この事故により HE やロケットはヒューズ車や餌をはじめとする顧客の受注を失い、ロケットの商業を打ち上げ計画に、 大きな影響が出た。また間接的には、日本の宇宙開発初期間の統合化が促進されて、宇宙開発事業団、文部省宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所の3機関の統合が決定し、後の宇宙航空研究開発機構の誕生につながった。加えて、H、E やロケットは開発終了後早期に民間企業に移管することになった。 ありがとうございます。